ドッキーン。はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。今日はこちらですね、うん、レベルアップライダーシリーズ18、仮面ライダーエグゼイドマキシマムゲーマー&無敵ゲーマーセットです。はい、ということでついに出ましたね、はい、レベルアップライダーシリーズのマキシマムゲーマー、そしてそこからパッカーンって出てくる俺無敵ゲーマーが、うん、入ったセットになっております。はい、これ見えないようになってるよね、うん、こっちに入ってるんだろうけどね、確かに。はい、じゃあ早速開けていきましょう。はい、おっと無敵ゲーマー、うおー、髪の毛長っ。はい、ということでまずこちらがマキシマムゲーマーですね。はい、私の前ですね、うん、これはねレベル1と一緒だね、うん、後ろがもう何もないです。はい、ハリボテ状態ですね。はい、で頭も何もないのでこうパッカンとこういう感じになりますね、うん、一応手はこう横に動かすだけで前には動かせないです。でこれね取れるようになってます、うん、なぜかというと無敵ゲーマーをこの中にこう乾燥するみたいなのね、うん、こうやって。ただこれ意味あんのかなと思って。確かにないよね。こうなんかねボタンを押してギミックでポヨンって本当飛ぶんだったらすごいし、あこう入れてもいいかなと思うんだけど、必要なくねこれ、うん、入れる意味なくね。だって後ろ姿も全然違うし、こうやって、うん、マキシマムゲーマー自体はすごくよくできてるね、うんうん、ただこう関節などが曲がらないところはすごく残念だけどね、うん、足も動きませんからね。乾燥させてみました、はい、こんな感じね、うんうん、でなんでこれやんなきゃいけないのか分かった、うん、手が動かせるから。そうなんだよね、無敵ゲーマーの手とくっつくことによって動かせんだね。そうだね、それでこう後ろにくっつけんだこれ、うん、角が見えちゃってるんですね。はい、エイシン君がやってくれたんですけれども、これだとしっくりくるね、うん、マキシマムゲーマーのボディに、うん、このレベルアップライダーシリーズ01の仮面ライダーエグゼイドをセットしたら、そうだね、いい感じになった。そうだよね、ペラペラの顔じゃないしね、これだとね、うん、でしかも顔まで動かせると。だからこれはいいよ。いいね、これね、これすごくいいじゃん、うん、よく思いつきました。はいはい、続いてこちらが無敵ゲーマーですね。はい、いい感じにキンキラキンになってますね。ところどころ金メッキパーツがついておりますね。ここもこの辺がちょっとゴージャス感あるね、うん、はい、このような感じですね。はい、金の最終フォームって久しぶりなのかな、いい感じだよね、うん、ちなみにハイパー無敵ガシャットと同じような感じの金色だね、うんうん、そして背中、見ていただくと分かる通りこのね長い毛があります。毛なのかな、わかんない、これはあれかな、無敵っていうことなんで、もしかしたらあれかもしれない、フェニックスをイメージしてるのかもね。足はこんな感じです。あと気になるのはクロノスが出るかってことだね。そうだね、うん、クロノス出てほしい、うん、結構好きだから。確かに、今こそ審判の時、お前たちをジャッジする。どいつもこいつもつまらない奴らばかりだ、俺の心をたぎらせる奴はいないのか。私のカルチス、おや M、 待ったぜ、しかもマキシマム YTX じゃねえか、早速俺と勝負しろ。あ、お前は手が動かないだろう。なあどうだ、ここまで来ても動かないだろう手が。うわっ、ボーン、こ、何、動くようになったのか。あ、頑張ったな M、 握手をし、ボーン、ウォーク。だがな、俺もついに新しい力を手に入れた、今そこで見ていろ。ドッキーン。俺が仮面ライダー裏パラドクスだ。怖い顔になっただろう。本当だ。ちなみにレベルを教えてやろうか、レベル100だ。やばい、マックスは99だろ、俺はそのうっこい100だ。うわこうなったら心がたぎるな、ハイパー大変身。バッター無敵、ただ
敵ってことは敵がいないってことだよな。そうだ。そんだけ強えのか。ほらワクワクすっぞ。ドンドンドン。うわあ。なに。そんなバカな。裏パラドックスが負けるはずがない。ドンドン。やばい。必殺技を食らう前に。ノーコンティニューでクリアしたぜ。はい、ということで今回はレベルアップライダーシリーズ18仮面ライダーエグゼイドマキシマムゲーマー&無敵ゲーマーセットでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。はい、チャンネル登録もよろしくね。よろしく。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。最後までありがとう。あれ、つばさん、なんか今日パパおかしくね。いや、キンキラキナだけだよ。